松尾チャンネルはい、みなさん、こんにちは、松尾チャンネル。二百九十八回目、二月の二十二日です、えー。もうね、皆さん、あの株の船旅、十分楽しんでおられると思うんですけどね。え一、ー、ヶ月まだ経ってないんですけどね。スタートしてからね、えー、どのような風景が見えてるのかね。まあ、このところ、しっかりなのは、テレビ局の株ですね。今日も。 全銘柄プラスではありますね、今日調整株価的には全体相場は調整なんですね、ニューヨークダウが2%下げた、ナスダックも2.5%下げた、これはやっぱりね、日本株にも影響しますね、えー、結果としては日経平均、今日は1.34%の値下がりと、2万7104円というところですね、まあ、先般あの株の同好会の皆さんには、あこの解放誌の中でですね、まあ、前回ですかね、今週じゃなくて先週、 お届けした会合室の中では、まあ、日経平均の二月の後半のレンジというのを、ね、皆さんに、まあ、私の方どういう考えを持っているかということをお伝えしているんですねだいたい日経平均でいくと二万七千円から二万八千円のゾーンだよというようなことでお伝えしていますね、まあ、この先もう少しね調整あるかもしれませんけどねままあまあほぼ下の方に来ましたねこの下のゾーンからさらに下に行くという展開になるのかどうか、まあ、これはちょっとね しっっかかりとと見守っていかないといけないななけですね、まあ、私としてはまた投資チャンスがまた生まれてきてるかなというふうに思うわけですね。まあ皆さんご覧いただいてますポートフォリオ、まあ、昨年の6月にスタートしたねポートフォリオこれは高配当利回りの銘柄で集めたポートフォリオなんですね。で株の投資の手法としては確かに高,高配当って配当をもらえるっていうのがね一つのポイントですよね。できるるだけ高い配当をもらえると 配当利回りが高い銘柄でポ、えー、ートフォリオを組んでみようということで、えー、スタートした、まあ、これが、まあ、ご存知の通おり、ねえー、皆さんもご覧になっていると思うんですけど、ね、相当あのパフォーマンス、ねえー、上げてきましたもう34%ですからね、まあ、どこまでこうパフォーマンス上がっていくのかと、まあ、インデックスとか比べると、ねまあ、トヨタとかベンチマークにしてますけども圧倒的な差がつきましたよね。 やはり配当利回りというのは1つのポイントになるということですねそれからです、ね、ほ、まあ、他のいろんな視点があるわけですけどねいろんな視点の中でいきますと自己株買い,い,す、ね、株買いをする会社そこはやっぱり、ね、しっかりと評価が高まってきますということなんですね。 1一つはこのところ顕著なのは、まあ、先ほどテレビ局の話しましたけれどもテレビ東京ですねテレビ東京が自己株買いを発表して2回,2回目もやりましたえ、ね、これはあの枠の拡大それから期間の延長、まあ、そんな形で積極的に自己株買いをやろうという会社の株価はすごくしっかりなわけですね。まあ、テレビ東京につきまして他の銘柄もねえ先ほど後輩と利回りの銘柄の中に入れておりましたアドバングループもね 積極的に自己株買いをやっとりとやってるそういうトレンドのできてる会社これはまあ比較的ね全体相場が調整しようと何し,何しようと堅調なわけですね。そんなことをちょっと頭の中に入れていただきながら私が次今今日あたり何を考えているのか皆さんもしかしたらねもうお気づきになってるかもしれませんけどもね。 配当利回りもそうだし自己株買いも一つのポイントではあるわけですよね。さらにそれに加えてですね M&A に積極的な会社これをですね皆さんにぜひご注目いただきたいんですね。その分かりやすい事例を示すためには2つの銘柄ねちょっと比べていただこうと思うんですね。一つは吉村フーードホールディングですね これチャートをご覧いただきますと直近の株価というのが急激に上がっている、まあ、1100円のころまで、ね、500円ぐらいから、ね、上がっていたわけですね倍以上になりましたねあっという間に、まあ、これはあの複数の中小企業、まあ、日本にはたくさんの中小企業があるわけですね中小企業を M&A しながら、まあ、総合補完して拡大成長していくというそういうビジネスモデルを描いているわけですね。そ、まあ、その結果ととしててかなりれれが評価されていると いうことなんですね今日の終値は、ね、1,090円なんですけどもこれでいきますと時価総額が246億円ということで,、ね、で PR でいきますと37倍ちょっとね割高感があるよねという私としては考えるわけですけどね、えー、まあこれはあの第三四半期までの数字がかなり良かったんでおそらく通期も情報修正されるだろうとそういう前提でちょっと株価が上昇していると。 いうことだと思うんですねただあ細かく見てますとこれは営業外のところに為替差益がね5億円も第三者会計でありましたからねこの分除くとそこまで伸びてないんですね、えー、まあ PR がちょっと高すぎるという印象があるわけですね今期の一株当たり利益が、えー、19.7円しか見込んでない会社が先飛び90円ですからねちょっとこうついていくのは大変なんですねこういう M&A 型で評価されている銘柄、えー、これが まあ最近盛んに中小食品メーカーを買収して大きくなってきているということなんですけども皆さんお忘れにならないでください、まあ、この松尾チャンネルで取り上げているまあハイリターンポートフォリオの中にですね入れさせていただいている「ニソプロニティ3440」これをですねまあこの吉村フードと比較していただいて。 ぜひね、えー、皆さん吟味していただくといいと思うんですね今現状の株価が595円ですね、えーまあ、今日でき高九9200株ということで、えーまあなまあ、そこそこ、まあ、ちょっとこう流動性がないというね、まあ、こう欠点がありましてなかなか一般の投資家の皆さんは関心を持って頂い,いてないんですけども、まあ、この会社もですね実は M&A を施行しましてかなり いろんな会社を中小企業ですねものづくり企業をグループに入れながら成長していくとそういうことをアピールしてるわけねまあアピールというかねそういうリリースもしてるんですね今までちょっとこう50億ぐらいの枠を持ってですね設備投資だとか M&A 投資をしてきたでその M&A というのは一つはですねシナジーが生まれないとダメですねシナジー効果を求めて M&A をしないといけないんですけども このところのこの日ソプロニティの M&A の内容を見てますと昨年実施しました一恵という、ね、これは建築金物の会社ですね金属製建具工事業をやっている一恵これ建設のセクターの中に入っている、まあ、日ソエンジニアの子会社という形になるわけですけどね年商10億円ぐらいの会社を5000万で買ったんですね。 これはたった5000万で年商10億の会社を変えたとしかもこれがシナジー効果を生んで受注がガンガン増えてきたわけですね。まあ、こういった形で、えーまあ、せっかく M&A した以上、ね、シナジーが生まれるような会社を M&A するこれが非常に効果的なんですね。でこのところこの今年に入りましてですね日ソプロミティさらに M&A をやっております、えー。一つは渡辺テクノスですね、えー、まあ これは先般もお話ししましたと、えー、まり、あ、防音ボックスとか消音ダクトの会社ですねこれはあの7億円でマウンドへしましたとで売り上だい大体2社ありまして、まあ、合計して20億ぐらい、まあ、ダブってる分もありますから、まあ、そこまではないと思うんですけどもそれなりの売上規模の会社を7億円で買いました。 さらに日体工業ですね日体工業はタイルの会社この間もお話しした通りなんですけどこれが18億円で買って2社合計でこれも50億円ぐらいの、ね、売り上げ規模、まあ、そんな形の2社の2つのグループこれを M&A しましたというところまで皆さんにお伝えをしたかと思うんですねさらに昨日追加でまた M&A を発表しました。 天神製作所という、ねまあ、何の会社なん,なんだろうということで私もまあホームページとかチェックいたしました、まあ、畜産排泄物ですね糞とかね尿とかこういったものの処理プラントの設計をやっている会社だと製造施工メンテをやってるというそういうな会社なんですけども、えー、九州宮崎県の都の城にね本社を置いてる会社ですねあとまあ千歳にも工場がある北海道の。 千歳といえば半導体の、ね、新しい工場ができるという話もあるんですけれども、まあ、この会社自体の年商は6億円で買った金額はこれ8億円で若干、ね、高い、まあ、この場合はあの,の代が発生しますね、まあ、先ほどの渡辺拓之巣も若干のれん代が発生します7億で買ったものの純資さんが5億6千万ぐらいですからね1億円ぐらいののれん代が発生しますということなんですね。社、えー、今期期の下期に 業績に上乗せされれれるるという流れが考えられるわけですねもう間もなくそういった集計しながら今精査中なんですね中身を。でその精査した中身がどうだということがもう間もなくまあいつぐらいになるかってなかなかね私の方から口では言えませんけどもそういった発表も近いということなんですね。で日体工業の方はのれん代は普通はね マイナス営業外でマイナスになるわけですけどねところが負ののれん代というのがありましてこれはその買った会社の純資産よりも安く M&A で,できたという場合はその差額分は負ののれん代ということで形状営業外に一括して形状されると。 のれ連大自体は何年か時間かけて焼却していくわけですけどね負の,のれ連大は一括計上ということでね、まあ、そうすると今年のこの下期、まあ、大きな負の,のれ連大が発生するということが想定されるわけですけどその辺りを今現在精査中ということなんですねそれからちょっと先ほど言い忘れましたけども天神製作所っていうのはちょっとこう変わったことをやってましてねその畜産業向けのお仕事なんですけどもね まあこれは日層と共通項があってこれもシナジーが生まれるよということを会社側はこうメッセージを出しているんですね。もう一つ面白いのは核シェルターの開発をやってるっていうんですよね地下シェルターですねこれはホームページにも出てますぜひね皆さんチェックしていただいてなんだか面白そうな会社をグループに入れたねというようなことでぜひねご理解いただきたいと思うんですね。 なかなか、ね、理解をされない中で日ソプロリンティの業績は、まあ、上り調子に今回なってきているこの上り調子の中でもっと高く評価される局面が必ずやってくるだろうというふうに私は思っているわけですね、まあ、中期計画の下で、まあ、売上150億 EbitDA15 億というところを掲げていますけれどもほぼこの M&A によってそれがクリアできるというところまで来ているかと思うんですね。 本体自体も好調に伸びてきているさらに m 1で下期から貢献する、まあ、そんな形で皆さんね「ニュス・プロニティ」改めてねご覧いただきたいこの演奏会ハイリターンポートフォリオその中の一社ですねこれがこれからまだ皆さんの目にねおとなしく見えているかもしれませんけども、まあ、なかなかこう派手にね動きが出てくる可能性を秘めているなというところですねそんなところをちょっとぜひご覧いただきたいと思うんですね。株の船旅 ままだね1ヶ月も経ってませんでも一応ご覧のとおりですよね、まあ、パフォーマンスご覧いただきますと103.9%ということですね今日,今日現在、まあ、指数がちょっとね調整でマイナスにまた落ち込んできました、まあ、その中でこのポートフォリオプラスに転じているというところをぜひご注目いただきたいですね一つだけ銘柄がマイナスになっていますこれについてはね次回改めて皆さんにちょっと面白いネタを提供したいと思っておりますのでよろしくお願いします。 本日の松尾チャンネル以上です。ありがとうございました。